2022年5月から8月にかけ、オーディション番組、青春スターが、韓国のチャンネル A と日本のアベマで同時放送された。アイドル、ボーカル、シンガー・ソングライターという K-POP の3つの世界が激突するバトルオーディション、というコンセプトは斬新で、100人超の参加者がエントリー。4人の日本人が参加していることから、日本でも注目の的だった。そして、 ボーカル派、シンガー・ソングライター派からそれぞれ3人が、アイドル派からは、カズタ、ヒョン、ドハ、ジュニョク、ソン・ユン、ハン・ジュン、ヒウォンの7人がワンチームを組んで決勝へ駒を進め、この7組がトップ7と呼ばれることに。その後、オーディションを勝ち抜いたアイドル派の7人が N.S サインとしてデビューする。N.S サインが日本で大きな人気を集めている理由。 その一つは日本人メンバーのカズタにある。予選から歌、ダンス、表情、韓国語、トーク、ギャグ、マインドのすべてで完璧ぶりを見せつけ、午後2時のマイハウスをカバーした初登場時の映像は今見ても衝撃的で鳥肌が立つ。常にトップの人気を誇ったカズタは K-POP グループ初の日本人リーダーに選ばれ、話題沸騰中だ。また、 正式デビュー前から何度も来日公演を行ってきたのも理由の一つ。10月にはトップセブンの仲間と共に東京と札幌で公演し、12月には横浜、大阪で事務所を同じくするアーティストと N.C H ワールドライブ2022 in Japan を開催。年が明けた2月には単独で来日し、所沢で初のファン見を。 さらに全国5カ所でゼップツアーを開催した。正式デビュー前の単独ゼップツアーも K-POP アイドル史上初で、これも彼らの凄さの現れ。デビュー前ゆえ、カバー曲メインだったものの、オリジナル曲も披露し、ファン層は着実に広がった。その後もほぼ毎月のように来日してライブやファン見を行い、それが今の人気へとつながり、彼らは今、 K-POP 第5世代の中で最も注目すべきグループとしてリストアップされている。今年1月、7人はスペシャルギフトアルバム、うう,う」ウを初のオリジナル曲としてリリース。そこではラブリー可愛らしいパフォーマンスを披露し、4月のプレデビュー EP ソウルティの表題曲では、態度のはっきりしない女の子に、ちゃんと感情を表に出して、僕に近寄って、と歌う。 そして、そのリパッケージアルバムのタイトル曲、モノローグでは、失恋ソングを切なげに歌唱し、立て続けに幅広い表現力を開花させた。そんな N.S サインは、当初、期間限定のプロジェクトグループとされていた。が、7月に入ると、新たにロレンス、ダイ、ロビン、ゴーエーディ、ベ、の3人を迎え、インターナショナルな10人組グループにパワーアップ。 ロビン、エディという二人のラッパーが加入したことで、パフォーマンスに広がりが生まれた。また、オーディション番組初の期間限定プロジェクトグループが正式なグループに転じたのも、N.S サインが K-POP 史上初めて。これもファンの愛の大きさの証である。8月のミニアルバム、バース・オブ・コスモで待望の正式デビューを果たすと、 まずは SM エンターテインメントでヒット曲を量産してきたユハンジ人作のハイヤーを先行お披露目し、PV は数多の故郷、沖縄でもシューティング。同じく半人ンン作のタイトル曲、ワームホールでは過去一の格好良さを爆発させ、アルバムは日本の iTunes 総合アルバムチャート1オリコン週間アルバムチャート6位を記録するほどに大ヒット。 本国でも発売初日に20万枚の CD を売り上げ、人気の高さを実証した。また、9月上旬には渋谷109にポップアップストアも設けられ、彼らのシリンダー広告が街を賑わせるという事件も、さらに11月にはハイヤー、ワームホールの日本語バージョンを含むシングル、ニュースターで日本デビューを飾る。表題曲は、 夢や友情をテーマに爽やかなエネルギーを振りまき、アンパンマンのような振り付けのアンパンマンダンスで見るものの目を虜に。韓国のプロデューサーが手がけているが、そのサウンドは j p o p 仕様に仕上げられ、ファンも上がる、元気が出る。とレスポンス。この日本デビュー曲はスマッシュヒットとなり、オリコン週間シングルランキングで3位をゲットする。しかも、 それに先駆けた有明アリーナの単独ライブでは3公演で2万4千人を動員している日本デビュー前の単独アリーナ公演もまた異例中の異例すでに横浜アリーナザ・クロバルライブ京セラドーム関西コレクションを経験していたがどちらもイベントでの限られたステージで有明では新人離れのパフォーマンスで大物ルーキーぶりを見せつけていたチーム名は ネットオブスターサインを略したもの。そこには、星座をつなげれば、無限の宇宙ができるように、N.S サインとコスモ、N.S サインのファンが互いにつながることによって、無限の力を発揮できる、という意味を込めている。星座を作るのは、10人のスター、星、たちだ。セクシーパワーダンサーの田、のカズタしなやかに舞麗しく歌うオールラウンダーのソンユン 抜群のスタイルで繰り出すパフォーマンスと魅惑の低音ボイスもクールなヒョン、かっこいいラッパーのエディー、セクシーポニョ、なメインボーカルのド派、漫画、ワンパンマンの埼玉に似ていることから、埼玉監督と呼ばれる樹緑、恋愛リアリティ番組、花束と狼ちゃんには騙されない、に出演していたロビン、ワンパクボーイなハンジュン、台湾から来たボーカリストのロレンス、 そしてみんなにビタミンを注入する末っ子の秘音。デビュー前から全てが完璧、完成度高すぎ、とファンから熱く支持されていた彼らは一つの星座となり、デビューを経てコスモと共に壮大な宇宙を作り出そうとしている。